参りの皆さん、こんばんは。希望こと秋広です。今日はね、大阪梅田に来てます。後ろに見えるのが JR 大阪駅ね。ここはあの大阪駅の西側になるんやけれども、もともと郵便局があった跡地にあるんやけれどもね、ほいで周りがこんな感じやねんけども、ほいで今日はどこ行くんやったら、今ねその跡地でこれ札幌ビールさんがやってるビアガーデン、あのパーフェクトビアガーデンいうのがやってるんやんか。ということで今日は美味しいものを食べながら飲もうと思います。ということで早速ビール飲みに行こう。めちゃめちゃでかい感じのオープン的なビアガーデンの、ちなみにメニューがこんな感じ。ということで、とりあえずね、これがここ特製オリジナルのビールやねんて。ということで早速いただきます。この黒ビールめちゃくちゃうまいぞ、最高。さっきあの黒ラベルのあれやつ飲んだやんか、これがまたおかわりしたんやけど、ここ限定のね、なんかオリジナルらしいわ。これめちゃくちゃうまいで。これほんま最高にな。どないみたいな、あのビール独特のあの苦い炭酸っていう感じせへんねん。ほんまにね、口当たりがまろやかな、なんていうかな、ちょっとこあのビールのね、炭酸の味はせへんねんけど、濃い風味のなんか濃厚な風味がくんねん。ほで冷え冷え、これ最高。生ハムやな、これちょっと丸まったけど、いっとこう。うん、ハムハム、めちゃ高級チック。ほいでこのね、なんや、限定の黒ビール、うまいわこれ。また開いてもうた。うまいわ。生ハムのところのこういうプチトマト、どう？こんな感じ。ピュッて出た。失礼。これで、あの、こういう生ハムあるやん。こういう生ハムの、こういう、なんていうの？あの、これ、玉ねぎをこう巻いてみて、これでいっとこう。うん。ほんま酒のあてにぴったりいう感じやわ。ほいで、この黒ビールね、これうまいで。ほんま次はちょっと普通のビール頼んでみるけど、これうまいわ。はい、開きました。こういうソーセージいかが？これ。うん。あの、いつも大好きな、パキッとする食感のソーセージな。これはうまいわ。うん。うまい。これで、
次は普通の黒ラベル、今いただきまして、いただきます。うまいね。うまいけどさ、さっきから飲んでたあの黒いビールあったやんか、あれの方がめちゃくちゃ濃厚な風味でめっちゃうまい。あのこれはこれでうまいんやけどな、あれやわ、あのさっきの黒い色、黒い色っていうか黒ビール、あれはまったわ。次もう一回あれ行こうということで、ここ来たら黒ビールおすすめします。フランクフルートにこのこのこのマスタードをこうやってのしてみて、いっときます。うん、パキッとするのうまいな。うん、うまい。ほいで黒ラベル、またなくなってもうた。いただきましたよ。次はこのちょっとぶっといソーセージ、これね、これいっとこう、いっときます。うん、パキッと食感でめっちゃ噛んだ感じがジューシー。これねソーセージ、これさ見てもらったら1300円すんねん、ちょっと高いやんか。でもねほんまになんとかな、あのパキッと言うてほんまに噛んだらめちゃめちゃジューシー。あのなんとかな、コスパ的にはええっちゅうかな、まあまあやや高いんやけれども、まあまあそりゃこういうなイベントをどこごとっていうからそれはしゃあないやんか。でもほんまにこのソーセージはうまいわー、パキッていう食感がたまりません。ほいでまた戻りました、黒ビールうまいなこのビール、最高やわ。このさ、メインディッシュどう？これこれこれ、骨付きのこんなやつこれいっとこう。これめっちゃ食べることあんで口の中頬張ってるわ。うまこれで今入れてもうた、キンキンに冷えたこれ、ね、黒ビールとこ、うまいなー、たまりませんわ。このさ骨付きの桃の唐揚げ、これたまらんぞほんまにな。なんていうかな、食欲もう食下回って、食欲をそそるそそる、これたまりませんわ。うん、これはうまいでうまたまらんわどう、軽くニンニクが効いた、なんていうかな、この風味がまた食欲そそんねんな。ほんでまたこのどでかいのがたまらんねん。うまいな。ほいでビール。うまいな。
で、この骨付きの唐揚げな、これほんまにめちゃめちゃでかいぞ。うん、ほんまでかい。うん、こんなんまだいっぱい水ついてるもん。うまうまいわこれ。ほんまうまいわ。やみつくなんて。ほんまうまいわ。うん、こんなこれほんまなんかついでんやん。食べ応え抜群。ほいで、なんや、黒ビールやからな、これうまいわ。普通のビールより、なんていうかな、まろやかやねん。普通のビールはさ、ちょっとこの炭酸があってほろ苦いような感じやから、全然苦ないねん。これでビールのその何の独特の風味だけがあるから、これどっちか言うたらな、ビール嫌いな人でもこの黒はたのあの飲めるかも分かれへんわ。普通のビールはね、ちょっとその炭酸があってほろ苦いような感じあるから、うわービールやなーっていう感じあるんやけども、これほんまになビールいう感じせえへんから、どうだよあのビールはあんまり飲まれへんねんけれども、でもジュース的なビールは苦手かな、そこまで甘いのはいらんかなっていう、この中間的な人。まあちょっとこのビールにこのちょっとあの何て言うかな、あの入ったような入ったような人というかな、ビールの序の口に入ったような人はこれめちゃめちゃハマると思うで。お、もうあの僕も飲んでてめちゃめちゃうまいもん。僕も飲んでてなんか舌回ってんけどごめんなビールうまいねということで、本日はこちらの札幌ビールさんのビアガーデン、パーフェクトビアガーデンにお邪魔していっぱい食べて飲んでみました。ここね来たら、まあソーセージもいいんやけれども、あの骨付きの唐揚げ、あれめちゃめちゃおすすめやから、ぜひぜひ食べてみて。これと黒ビール、あれねほんまに普通のビールと違うてめちゃめちゃ飲みやすくて、濃厚な味わいがあって風味がもう豊か、あれほんまにもう癖になるわ。ということで、ほんまに僕もな、今日黒ビールばっかりやったやんか。ということで、ぜひ来たら黒ビール飲んでみて。ということで、皆さん、いつもながら、長々のご視聴ありがとうございました。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでよかったら、Twitter と Facebook、それとブログのシェアもお願いしますね。ということで、さようならー。